ホテル事件と今回のでデンジ君が敵勢力に狙われていることが分かった。マキマさんが指導してくれるんですか？残念だけど私は忙しくなっちゃうから適任を紹介するね。彼の名前は、俺の質問に答えろ。仲間が死んでどう思った？別に死んだと思った。敵に復讐したいか？復讐とか暗くて嫌いだね。わしも。お前たちは人と悪魔どっちの味方だ？俺を面倒見てくれる方。勝ってる方。お前たち100点だ。マキマ、お前は帰れ。じゃああとはよろしく。マキマさん、俺は得意っかでデビルハンターをやってる。血を飲めば復活するとこだな。俺は最強のデビルハンターだ。最強の俺を倒せる悪魔は最強なわけだから、お前たちが俺を倒せるようになるまで俺はお前たちを狩り続ける。デンジ、男の方は不死身、魔人の方は半分不死身。俺がコン、ほら出てけえへんやろ。その刀も呪いの悪魔のやつやろ。それもあとどれくらい使えんの？やめへんならもっと強い悪魔と契約して得意化に貢献してもらわなあかんみたいです。寝るから帰る。明日家に迎えに行くからな。いやまた頭が誇張しておる。俺は今日何回殺された？20回以上じゃ。ウヌが死んだ時大体わしも気絶しとるから。あのアルチュー野郎、俺たちおもちゃ扱いしやがってよ。わかった、あいつは超強いが、じゃが酒で頭がダメになっておる。わしらは頭を使って戦えばいいんじゃ。なんか俺すげえ頭良くなってきた気がするぜ。ウヌもか。この血の匂いは来たな。超インテリ作戦開始じゃ。おお、今度は俺が狩られる側ってわけだな。今回の敗因は2つ。血を使いすぎて本体が貧血になることと、デンジが俺の攻撃を予測できなかった。俺は飲みに行く。パワーか、もう終わりだって。ラッキーじゃ。獣が狩人の言葉を信用するな。この部屋にいる悪魔とアキ君は契約してもらいます。イルンは未来の悪魔。